熊谷泰造熊谷泰造七月十九日から九百六十二年二月十九日は内科学者医学博士東北帝国大学医科大学教授東北帝国大学総長高山勤病研究所所代所長高和工業大学顧問を兼任した長野県東地区郡群場村の大大医科の熊谷家に生まれる熊谷陸造の長男祖先には 浅田ダ総博に医学の訓導を施した熊谷慶弘氏がいる。旧生松本中学時代の同級生には吉江高松がいた。一校、東京帝国大学医学部卒業後、青山種道の内科学教室に入局。1911年から1913年まで、ドイツのベルリン大学、ブレスラウ大学に留学し内科学、免疫学、実験治療。 医科学等を学ぶ。帰国後は、糖尿病、インスリンの研究や結核、特に BCG、三者併用化学療法の普及に、貢献、特に人工気境法、大気安静療法、胸格形成術、肺葉切除術などを研究した。結核の早期診断を主張して、集団検診の実施を広め、1939年から、 全国性少年に対するツベルクリン反応による BCG 接種を実現させた。1929年日本内科学会会頭。1940年東北帝国大学総長、就任。ありがとうございます。